来ました。これが3月の途中から京都の餃子の王将だけ販売、先行販売されておりました中華そばなんですけども、ね、4月1日から全国販売、正式商品名は忘れられない中華そばでございます。おそらく昭和の味だと思います。いやいいですね。チャーシューの4枚とかっていう、4月もあるんですけども、その前にちょっとご案内したい商品があるんですよね。実は、まあ、京都の餃子の王将だけ先行発売していた昔ながらの中華そばみたいな商品があるんですね。商品名は忘れられない中華そばということで、多分昭和親父たちは懐かしい味だと思うんですけども、2023年4月1日から全国発売になりましたので、それを食べてみたいと思います。見ました。これが3月の途中から京都の餃子の王将だけ販売、先行販売されておりました中華そばなんですけども、ね、4月1日から全国販売、正式商品名は忘れられない中華そばでございます。おそらく昭和の味だと思います。いやいいですね。チャーシューの4枚とたっぷりでございます。なるほどね、チャーシューとメンマとナルトとネギとノリ、本当に昭和そのまんま。まずはスープいただきます。油が多いと美味しそうですね。あ、これこれ、ちょっと甘さが俺の記憶よりは足りないけど、あー、これ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 、昭和の味。あ、いいですね。ちょっと
背脂かどうかわからないけど油的なものが浮いてる。うん、うん、甘さもね追いついてきました。うん、いいですね。ああ、うまっ。うん、最初私が思ってる生姜の、最初私が思ってる生姜のラーメンより甘さ足りないかなと思ったけど、そんなことないですわ。結構ちゃんと再現されてます。うん、あ、しまった、ラーメンの麺を固めに飲むの忘れた。大塩さん言わなかったらちょっと柔らかめなんだよね。あ、これ固め茹でたら完璧やってたけど、うまいっす。視聴者の皆さん、皆様は麺固めでお願いします。はい、メンバー。うん、のりと、うん、なると、うん、生姜集まってますね。これマジスープうまい。うん、今回文句はないわ。麺の硬さだけやね。多分デフォルトがちょっと柔らかめないな、うん、あるいは作り手によって違うか。うん、うまい。本日はね、2023年4月1日全国発売になりました新商品、餃子の王将の忘れられない中華そばのレビューをお届けしました。特にスープがすごく美味しくておすすめですね。麺の方は今回食べたのがちょっと有料入れすぎたので、せっかくねちょっと視聴者様にね、餃子の王将は麺が緩いんで固めで言った方がいいですよってアドバイスいただいてたんですけど、忘れてたんですよね。ぜひ皆さんその辺も、まあゆるゆるが好きな方もおられると思うので、ね、それはそれでいいんですけども、もしゆるゆるが嫌いなら麺固めで注文してみてください。おすすめできます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。